バグルスはもうイニシャライズされたみたいね。あの子はどこ？みんな迷惑かけてごめん。いいえ、そんなことありません。お願い。あなた助けて。ぬいぐるみが喋った。絵本の女の子が持っていたぬいぐるみであります。アイちゃんを助けて。あ、アイちゃん？コレクターアイのこと？ううん、まさか絵本の女の子のことか。うん、アイちゃんを助け。あ、しっかりして。あの子がどうしたの？すまんピース、どうしたの？あの男に女の子をさらわれた。なんだと？そんな。私を消去して。ダメだ。隅から隅まで探してみたが、もうあのネットにはいないようだ。こっちの方はどうだ？全然動かないのよ。そうか、そういうことなのか。このクマはあの女の子が気を失ったり眠ったりした時にだけ動くように作られている。女の子が無防備になってしまった時の安全装置というわけだ。おそらく今女の子は目を覚ましているのだろう。だからピクリとも動かんのだ。なるほど、話を聞くのは無理か。でも早くあの子を取り戻さないと大変なことになるでありまするよ。よし、コレクター全員に緊急指令。直ちに謎の女の子とコレクターアイの捜索を開始する。いいな？了解。俺かなりかっこいい。行くぞ。行ってきます。コレクターアイのアイちゃん、篠崎愛ちゃんも愛ちゃん、そしてあの子も愛ちゃん。やっぱりこの3人何か関係あるんじゃないかしら。ごめんなさいママ、私がグズグズしてたから。あの子を見つけるまでは絶対に戻らないわ。
エンター二度とあのような手荒な真似はいたしません。ご安心。私の主人がお話をしたいそうです。久しぶりだね。怖がることはない。また力を貸してほしいだけだ。ゴビー、事態は緊急を要する。二人の捜索を最優先で行い、何としても事件の発生を防ぐんだ。ユイ、あなた友達と何か約束してる？うん、私たちとバカシたちで遊園地ネットへ行く約束をしてるけど。今は遊んでる場じゃないでありましょう。もちろん断るわよ。いいえ、断る必要はないわ。え？そのネットにユイたちが行くことで何かが起こる、そんな予感がするの。アンディ、ダメ、気持ち悪い。おい、大丈夫か？ほんと、だらしないんだから。あ、楽しい。本当にこんなところで遊んでいていいのかしら。アンディの言葉を信じるしかないわよ。何かが起こるまでは普通に遊んでましょう。パーッと羽を伸ばして。そうね、ユイちゃんの言う通りだわ。私たちが慌てても仕方ないものね。そうそう、こういう時は楽しまなきゃ損損。ねえ、喉乾いたでしょ。マナマナ飲み物買ってきてあげる。マナマナウッキー。でも、なんでマナミ先生が一緒なの？さあ、いたたた先生、大丈夫ですか？ごめんなさい、マナマナよそ見してたから。あなたは？いいえ、別に。愛ちゃん、奇遇ね、こんなところで。ありがとう。これは…ああ、確かこの子。ああ、そうそう、あの時の。マナマナなんか、この子と大親友だもん。本当ですか？じゃあ今この子どこに？でも会ったのは1回だけなの。いいの、一度会えば大親友なの。私たち2回会ったよね。うんうん、夏山スキーネットと世界一周ネット。俺たちは1回か。でも世界一周ネットじゃずっと一緒だったよな。みんな一度は会っているのね。一人であの子を探してるなんて。やっぱり愛ちゃん、コレクター愛。うん、でもどうして私たちにまで正体を隠すの？みんなで力を合わせればきっと。ごめんなさい、私用事があるので失礼。あ、愛ちゃん、ちょっと。待ってよ愛ちゃん。前にコレクター愛が言ってたわ。いつか必ず自分の目的を教えてコムコンを返してくれるって。何の話？私たちその言葉を信じてるの。彼女が自分から話してくれる日を待ってるの。もし彼女が自分の目的を達成できなくて困っているのなら手伝ってあげたいの。だって今まで何度も彼女に助けられたから力になりたいのよ。私には関係ない話。私は愛ちゃんを助けたいの。それだけは忘れないで。あー、楽しかった。
は無理だよ。え、どうして？コムネットに滞在できる時間は1日10時間以内って決められてるんだ。そうよ、あんまり長くコムネットにいると良くないのよ。バーチャライザーは10時間以上経つと自動的にバーチャルアウトするようになってるんだ。ねえ、コムコンもそうなのかな。必要に応じていつまでもコムネットにいられるみたい。私たちは自分で気をつけなくちゃいけないわね。人の手を借りるわけにはいかない。私の手で取り返さないと。でもユイたちは何度も出会ってるのに、どうして私には見つけられないの？おやすみや、やる。おやすみであります、ルー。アイちゃん、もう寝ちゃったかな。リーちゃんの4コマ劇場。アイちゃん、私知ってるのよ。あなたがなぜあの女の子を探しているか、それはズバリあのクマが欲しかったのね。同じのがなかったから私が作ってみたの。もらって。遠慮しとくわ。いつもあの子は私が来る前に姿を消してしまう。まるで私が来るのを予期しているみたい。まさか本当に予期してるんじゃ。少女が私の追跡を予期している可能性はそんなに高いの？でもどうして私が来るとわかるの？私と少女に会った他の人間を比較して。コムコン？コレクターユイも持っているのよ。でもこのコムコンはコレクターユイのものとは同じではない。確かにこのコムコンのせいで少女が予期しているのかも。バーチャルアウト。よかった、気がついたのね。ここは病院よ。アイちゃん、お部屋の中で倒れていたのよ。軽いコムネット酔いですって。よかった、大したことなくて。そう。あ、でも今日一日だけは入院してなきゃダメだって。今おばさん着替え取りに行ってるの。病院の先生はバーチャライザーを何台か同時に使って10時間以上コムネットにいたんじゃないかって言ってたわ。あ、何があったの？あなたには関係ない。困りますね、こんなことをされては研究がしづらくなる。おい、いいのか？コレクターの連中に黙って病室を抜け出したりして。ああ、いいっていいって。あんなところにいたんじゃ治るもんも治らなくなるって。だからってわざわざこんな埃っぽいネットに来なくても。そう言われりゃそうね。なんでこんなとこに来ちゃったんだろう。まさかバグルスの発生を予知したんじゃないのか。まさか。彼女生きていたんですね。ちょうど良い実験材料です。ああ、
お前は待って こちらレスキュー、ウェスタンネットで手配の男を発見、追跡中です。何か買ってこようか。雑誌とか飲み物とか。どうして、どうして私なんかに構うの。こんな嫌な女の子無視すればいいのに。私なら絶対そうする。アイちゃんは全然嫌な子なんかじゃないわ。それ皮肉。そんなんじゃないよ。アイちゃん前にお芝居の稽古してくれたじゃない。タイピングも教えてくれたし、それは私のことを気にかけてくれたからじゃないの。あなたがあんまりしつこいから。でも私はとっても助かったわ。心から感謝してる。私アイちゃんのこと好きよ。私は自分が嫌い。待ちなさい。こないだよくもフリーズをひどい目に遭わせてくれたな、この偽バグルス男。偽とは失礼です。コンドルはあの子から採集した正真正銘本物のバグルスですよ。何？サボサボサボ。非常事態なの。ちょっとだけここ貸して。コレクターユイエンター。このコムコンならもしかしてあの子に会えるかも。転化してしまう。あの棘を何とかせねば。サボー、サボー。エレメントスーツミラクルダウンロード。決め時。サブ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 。コレクターユイ。コレクターユイ、来てくれたの。頼みがある。あなたのコムコンと私のコムコンを交換してほしい。コムコンを。お願い。コレクターユイ。わかったわ。あなたを信じる。あなたのコムコンを。分かった。エレメントスーツミラクルダウンロード。
あの子を見つけられるかも。バーチャルアウト。サルサル。レイちゃん、大丈夫？かすってだけ。無茶するな。ユイドのそのスーツは。もうすぐコレクターアイが来て力を貸してくれるわ。そこまで私を。バカな子。プリズムインストール。おい。あ、ユイじゃない。シャブシャブ。あれは。コレクターアイ。竜巻だわ。みんな、どいて。シャブシャブ。シャブ。毎度。ゆいちゃん、いいわよ。オッケー。クレッターイニシャライズ。イニシャライズ。イニシャライズ。あなたの心のトゲを取り除くことができるの、愛ちゃん。次回、愛と愛と愛、あなたも一緒にバーチャルイン。